本当に本当に柴ちゃん、たけちゃんのお試しラジオ。全国の活 F リスナーの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、東新海7丁目町会の柴ちゃんこと柴田明と申します。そしてお相手は、はい、同じく東新海7丁目生まれも育ちも7丁目の竹本俊明、竹ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。そして食いしん坊君も今日も頑張っております。はい、それでは番組の提供をお伝えします。大人の集う憩いの場、新小岩駅北口徒歩1分、鉄板焼き、お好み焼きは名物おかみが焼いてます。トラックやフォークリフトなどの商用車から軽自動車まで全国エリアで買取対応しております。事故車、現状車、動かなくなったお車でも大丈夫。車のことなら株式会社 F オートアシスト。子どもたちの未来をつくる学研、東新小岩7丁目竹本教室。皆様の大事なお荷物お運びします。株式会社ユニオン物流。お口の健康を支え続けて30年、歯科技工の竹本デンタルラボ。新小屋の街並みに彩りを、アパート系 S フロント。以上各社の提供で葛飾 FM よりお送りしております。はい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 、しばちゃんね、始まりました、始まりましたね。はい、NHK の、はい、ね、取材を受けてですね、オンエアが8月の14日ですね、はい、6時から首都圏ネットワークというところで我々の町会の取り組みが、紹介されましてね、素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。あんなにね、長い時間、なんていうんですか、枠を取ってくれてね、はい、密着取材をしてくれて、うちの活動をね、余すところなく紹介してくれてですね、食いしん坊君が防災士を取るに至った経緯なんかも詳しくね、紹介してくれましたね。で、なんですか、その防災士さんの中でも、その12歳以下の防災士さんというのがですね、なんと全国で7月末時点で165人、はい、全体の 0.05% というね、わずかな中の一人だったということでね。すごいですよね。こんなに少ないと思わなかったですね。そうなんですよね。でそんな中ですね、実は昨日9月1日じゃなかった、はい、今日は収録日がね、9月2日なもんですからね、昨日なんて言ってますけども、9月1日防災の日にですね、なんと今度は NHK E テレのですね、5時50分から6時夕方ですね、子ども手話ウィークリーということで、お子様向けですね、耳のご不自由な方々、子どもたちに向けたニュースの中でですね、この小学生防災士の、ね、食いしん坊君の、取り組みがまた紹介されてしまったということですね、素晴らしい。素晴らしいですね、全国ですもんね。全国なんですか。びっくりしましたよ。全国放送ですよ。すごいですね、全国1億3000万の視聴者が見てくれた。もしかして海外でも見てらっしゃるかもしれないですね。そういうことですね、ブラジルからもね、すごいメールは来てないですけどね。来てないですね、その中ですね、なんと宮崎から、いつもの宮崎のランチムさん、ありがとうございます。メッセージくださいました、ちょっとね、読まさせていただこうと思います。柴、ちゃんさん、たけちゃんさん、食いしん坊君、そしてリスナーの皆様、こんばんは。こんばんは。今月もワクワクの15分間がやってまいりました。ありがとうございます。8月の宮崎では地震に台風、竜巻と自然災害に翻弄された1ヶ月でした、本当です ね、もう九州の方々はもう大変だったんじゃないかなと思いますね。うちにいる3歳の子供は地震の当日は家の中ではなく、私とエレベーターを降りてすぐの1階で、隠れる場所もなかったので泣いてうろたえていました。未だに一人になると怖いと怯えながら過ごしています、さて、食いしん坊君の防災士としてのご活躍がテレビを通して宮崎からも拝見できて嬉しいです。ありがとうございます。すごいですね、本当に全国ですね。全国ですね、NHK プラスでは見逃し配信で見ることができるので、期間内は何度も繰り返して見ることができます。先日9月1日放送 E テレの子ども手話ウィークリー、もう子ども手話ウィークリーも見てもらったんですね。ありがとうございます。子ども手話ウィークリーにも出演していらっしゃり、うちの子は幼稚園から帰ってからすぐ、繰り返し繰り返し見ていました、
子供にも分かりやすい内容で、少し年上のお兄さんがかっこよく活躍されている姿は素敵ですものね。すごいですね、食いしん坊君ね。すごいね。ぜひお子さんも防災しててあれですね。そして私も夫もご両親が本当に素晴らしい方だなと思いつつ拝見いたしました。食いしん坊君の全国デビューおめでとうございます。ありがとうございます、はいね、ありがたいですね。竹ちゃんさんももうちょっと映ってればよかったですので嬉しいですね。まあまあでもね、子供向けなもんですからね。ちょっと子供に向かないかもしれないちょっとね、おじいちゃんはカットカットということでね、仕方がないのかなと思います。今後もさらなるご活躍と地域の防災頑張ってください、はい、参考にします、ありがとうございましたというふうにいただきました。ありがたいです ね、はい、なんか本当ありがたいですね。なんか地道に取り組んでるのがね、こうして皆さんに、ご評価いただけるっていうのはね、我々としても大変励みになります、宮崎のランチームさん本当にありがとうございます、はい、どうですか、あのその様子といいますか、はい、うん、防災撮影風景ですか、うん、そうですね、撮影、前にも言ったかどうか分からないんですけど、うん、うち違う番組で一回出てるんですよ、うん、うちの、うん、うちの中上がった番組が、うんうん、ありまして、ビフォーアフターね、言っていいのか分からないんですけど、うん、その時まだ食いしん坊1歳だったんですけどね、はい、それから再びテレビにデビューするということがあって、うんうん、うちの中大騒ぎでしたね、うん、はい、うん、普段片付けないと片付けて、うん、あ、言っちゃいけないのかなということはお母さんに怒られちゃうね、うん、いつも綺麗なんですよ、うん、はい、そういう中で久しぶりになんかこうテレビカメラの人が入ってきて、うん、取材をして、うん、なんか懐かしいなと思ったのもありましたね、うん、はいはいはい、うん、それはあの困った話、我が家の話みたいな、我が家の、ね、防災についてさ取材をされたはい、はい、そっちの感想をその部屋片しとけばよかったとかさ、はい、2度目のデビューだっていう話はちょっと置いといて、そう、いや、そうですね、うん、まあ、我々の取り組んでることと食いしん坊が一生懸命頑張って入ってきたっていうことはすごくいいことだなっていうのもありましたし、なるほど、あのでこれから、これから、うん、あのなんですかね、活躍してくれるという期待がもう大きく、そうですね、はい、あの実はあの首都圏ネットワークでしたね、はい、あそこであの中学に入ったら、あの中学校の部活の方でも頑張りたいっていうふうにあのコメントしてくださったんですよね、あのアナウンサーの方が、はい、それをね、実はその進学するであろう中学校の校長先生が見てくださったんですね、はい、これは楽しみだ、あら、うん、すごいルーキーが、大物ルーキーが入ってきますねなんてね、ちょっと行かなきゃいけないじゃないですか、うん、私の方にコメントくれました、うん、だからすごいもう校長先生まで見てくださってね、そんなコメントをいただいてね、どん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 プレッシャーがね、重くなっていくと思いますけど、入ったな、でもね、あの本当防災っていうのはね、日々のなんていうのかな、地道な取り組みが大事だからね、そういうところを頑張って食いしん坊君もね、やってもらえると嬉しいのかなというふうに思います。はい、さっさっさ、次はまだお便り来てます、来てます、はい、来てますか、はい、はい、ラジオネームホワイトさん、ホワイトさん、はい、お、新顔、新顔、うん、うん、しばちゃん、たけちゃん、食いしん坊いくん、こんばんは、こんばんは、皆さんは夏休みお出かけしたり楽しんだことはありますか、うん、私はどこか行こうと思うと地震や台風があり結局どこも行きませんでした。まだまだ暑いですが頑張ってください、うん、リクエストはチェッカーズの星屑のステージでお願いします、うん、はい、はい、うん、どこか行きました、夏休み特には行ってないですかね、うん、なんか休みらしい休みもなかったですしね、うん、あのいろんな、地域の催し物なんかにね、あの出てましたしね、いろんな会議に出てるっていうところで、特にこれといって取り立てて出かけることはなかったですけどね、うん、しばちゃんのところはどっか行った？うちはあれですね、うん、あの三郷まで行ってきました。あ、そうなの、三郷 の、 あの某ホームセンターに行って一日遊びましたね、うん、あ、そうなの、うん、そんなにすごいことはしてないんですよ、うん、そんなに大きな休みもなかったことですし、うん、はい、でもホワイトさんはでもどこにも行ってないって言ってるけど、そうです、ホワイトさんよりかは行ってるんですね、うちは、うんうん、ホワイトさんとは別にあんまり、ご近所さんですね、ご近所さんですね、ええ、うん、言っちゃっていいんですか、ご近所さんですね、あ、ご近所さんなんだ、ご近所さんですよ、あらあらあら、はい、いつもいろいろ喋ってますけどね、 ありがたいもんですね、はい、近所付き大事ですよ、ご近所付き大事ですね、はい、わ、はい、かりました、はい、さあ、ね、じゃあ、はい、どうですか、どうですか、はい、告知をしてまいりますか、もうしちゃいますか、うん、いいですかね、うん、
いいんじゃないですか。はい、はい、発表ですか。お願いします。メインパーソナリティなんだからそういうめんどくさいの人に任せないでいやいや、なんか言い出しにくいですね。言い出しにくいですか、あ、じゃあまあしょうがないですね。あ、先にフィリップの方が出ちゃいましたけどあの YouTube ご覧の方は、はい、この時点でお分かりかと思いますけれどもね、あの純粋にラジオを聴きの皆様にちょっとお知らせございます。実は昨年の5月からですね、このお試しラジオ約1年半ですかね、はい、あの放送させていただきました。毎回毎回汗だくでですね、拙い お話おしゃべりをですね皆さんに聞いていただきましたけれども、実は来月10月をもちましてですね一旦番組終了最終回ということでですね、あの一区切りつけさせていただきたいのというお話です。はいね、どうでした、はい、しまちゃん。いやー楽しかったですね、うん、もうなんか初めの頃は結構バタバタしてます。今もバタバタしてるんですけど、うん、それがちょっと上手くなったから本当すごいあっぱれだねこれで進歩したと思えるところがすごいね。いやもう日々成長ですからゆっくりにもかもしれない。なるほどね。まあまあお試し期間も1年半が限界ということでですねまあまあ特に差したる進歩も私は感じられないんですけれどもね、まあ、ともかく楽しくやらせていただいてたのかなというふうに思います。はい、本当葛飾 FM さんのご協力もありましてですね、またあの金曜日のエルルンの番組自然で聞いてないんじゃないですか。聞いてますよ。Your Song My Life。 Your Song My Life ね、はい、もう あそこでもですね、リクエスト、気持ちよく引き受けてくださってですね、今回もお願いできると思います。そうですね、後ほどじゃあまた曲をかけていただくんですけれども、はい、そういった皆様のご協力をいただきながらですね、この番組どうにかこうにか続けてくることできました。はい、今まで聞いていただいた皆様にもですね本当熱く御礼申し上げたいなと思います。はい、ただですねあの我々、ラジオ大好きなものですから、このお試しラジオ一回ね終了してもですね、またどこかの機会で皆さんの前にね登場したいなというふうに考えてますんでね、その時はまた皆さんにお知らせしますので、ぜひぜひそちらの方でも聞いていただけたら嬉しいななんていうふうに思いますね。はい、なんか今日は最終回みたいな喋りしません？あ、そうか、まだもう一回あるんですよ。うん、あ、そうだね、なんか終わっちゃうような雰囲気ですよね今日。ちょっとまだ早いですよ。いやちょっとね、まさかこの告知を今日することになると思ってなかったんでね、ちょっとセンチメンタルな気持ちになっちゃいましたけどね。はい、はい、じゃあとりあえずじゃあのリクエストのそうですね、チェイカーズさんの星屑のステージをじっくりと聞いていただきましょう。はい、星屑のステージ。いやーいいですね、チェイカーズ。ありがたいですね。僕たちのステージもね、まだまだ今日最終回じゃないですもんね。まだ来月ありますからね。次回最終回ですね。はい、もう盛り上げていきたいなと。次回はいっぱいお二人お待ちしてますからね。そうですね。はい、そのこと言って大丈夫？お便りで終わっちゃうかもしれないです。はい、わかりました。はい、さあ、でもね、今日なんかちょっとあれですね、時間が余っちゃいましたね。はい、気持ちが入りすぎちゃったかな。そうですかね。うん。ちょこっと防災のコーナーは。あ、ちょこっと防災ですか。うん、今日はどうちょこっとしちゃう？ちょっとどうぞ。ちょこっと防災、本当にこれからまだまだ、先日も台風10号来ました。これからですね台風シーズンとなります。でまた九州の方では大きな地震もあったりとかですね、災害が頻発しておりますのでね、皆様さまざまな備え、必要なんじゃないかなと思います。台風や何か大きなですね災害が来る前兆必ずありますのでね、そういった時には事前に準備をしていただいて、皆様のね大切な命財産を守る行動を取っていただければなというふうに思っております。本日のちょこっと防災はですね、備えということで、これから来る可能性のある台風地震なんかにね備えていただきたいなというお知らせをさせていただきました。はい、それではエンディングです。はい、はい、皆様から、番組へのお便りメッセージお待ちしております。次回はですね最終回となります。ぜひぜひ、励ましのお便りとかですねお別れのメッセージいただけたらありがたいなと思います。宛先メールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスは 03-5670-5332、 X はハッシュタグ KFM789、 ハッシュタグ KFM789、 YouTube のコメント欄からもメッセージお受けしております。また全国コミュニティ FM アプリ、下が丸めちゃう、全国コミュニティ FM アプリレディモからも番組メッセージを送信できます。次回涙の最終回盛り上げてまいります。はい、皆様またよろしくお願いいたします。それではまた来週。
バイバーイ。